ステンドグラスっていうのが光と影を見せることで美しいっていう視覚的な美の表現方法だと思うんですけれども、その西洋の技術なんですけど、西洋と東洋の思想の間で生み出されるものっていうのに何か新たな価値観だったり、すごい可能性を感じたんですよね。独自の感性によって生まれる鮮やかな光。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。ステンドグラスアーティスト平野真理、1987年和歌山県生まれ。アパレル業界で働いていた彼女が貼り合わせる素材を布からガラスへと変えたわけ。ステンドの魅力って世の在り方みたいなものに割と影響してる気がしてて、120年前のそのままが日本に渡ってきてるんですけど、そっからあまり進化してない、もうちょっと魅力的にできるんじゃないかって思ったっていう。西洋の模写ではなくて、日本にあるそういう風土文化みたいなものと、まあ、技術的に掛け合わせることで、その新しいものが生まれていくっていうものに面白さを感じてるんで。日本人の感性だからこそ生まれるステンドグラスアート。透明な素材を見つめ続けることで発見したのは、想像することの面白さ。本来透けてないものが透けてたりとかっていうのも、あれを見た時に絶対プリンのことを想像すると思うんですよ。身近にあるものを違った視点で見ることで、物の見方が変わったり、考える視点が変わったり、まあ、きっかけみたいなものを作っているのかなとは思いますね。どこにでもあるものをテーマにすることで想像の入り口を作りたい。そこにあるのは彼女の秘めた思い。何の役にも立たないと思うんですよ、アートなんて。問題はまず解決しないんで、本当に無駄なことをやってるんですが、そういうものって結構重要だよねって思うので、それがまあこれからの時代というか未来に光を当てれるようなことができたらいいなと思いますね。ステンドグラスが未来を照らす光となるように、想像するきっかけをアートによって作る平野真理が思うこと。自分は作品を通して見る側の方とだったり、直接会話をしなくても、なんかその作品が間に入ることで、なんか私は会話してるんじゃないかな。その答えが好きとか嫌いとかでもいいと思ってて、何かを感じてもらえればいいかなと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家メタフラワーのブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。